ポーション爆弾構成なんとかならんかな。ポーション爆弾成功させたいな。ちょっと無心でシャベルも作りましょう。いけ。ポーション爆弾構成成功させたい。悪鬼のフラスコも強くなったけど、ランタン構成に悪鬼のフラスコが弱すぎるんだよね。速攻発動しちゃうしね。あ、なんか来た。はあ、ウルフバッジなんかいろいろ来たな。ウルフバッジは対戦相手が持つプラス効果を全種類1ずつ除去する。対戦相手からプラス効果をランダムで2除去する。あーで、自分が対戦相手から除去したプラス効果1つごとに与えるダメージを1追加する。これだわこれやりたいこれやりてえ。おー、チェーンウィップストラグルズめっちゃいいな。チェーンウィップストラグルズだわさあこれ、とりあえずポーション構成は一旦置きで、で、ちょっとこれはこうなんかな。まあ行ってみましょう。はい、ミセスチューンウィップやりたいね。でここはまあ負けでいいです。はい、でやね、まあ私ガチャは義務としてやろうと思います今回は。はい、チェーンウィップやな。ハンマー引かなあかんねよな。おう、体力回復効果が上がるやつはまあ常にそれなりに生きてくれるからまあ悪かないかな。チェーンウィップ構成にはそんなに良くないけどね。いきます。はい最大体力ドンって最初に増やしてくれたら序盤は強いしね。うん、さあ頑張れ、バーサクいけ。ん、武器が回らない、もしかして。強いねあなた。ちょっとバナナいるわ。序盤はバナナが必要だ。あ、来た来た。あ、ハンマー来た、ありがてえ。でハンマー絶対必要で、でバナナも必要で、これでスタミナ確保ができる。はい、でからの、おー、キノコ持ってきてて。はい、おい、カバン、もういいね、ウエストポーチいいやん。で、そうやな、ミセスストラグルズチェーンウィップ構成やりたいから、宝石箱欲しいな。あ、それ欲しい、紫の宝石、それ欲しいです。 OK、 ナイス、買ってる買ってる。 OK、 行こう。こっからよ。あ、チェーンウィップ構成、相手のバフを奪うようなやつカードにあったっけ。リバースってどうだっけ。プラス効果を3奪うか。リバースはついてもいいな。まあでもカード使うのはナンセンスかな。はい、でダガーもいらない。はい、もうガチャが、ガチャの魅力に抗えない。なんかいいのあるんか。相手から、まあとりあえずミセスチェーンウィップやるの後半やからな。やっとくか、とりあえずな。ああ、食べ物いいじゃん。うんうんうん、いいやんいいやん。うん、じゃ食べ物を加速しましょう。チーズとか出てくれたらいいな。あ、いいな。でチーズガンガン引いてありですね。でこれでバナナを早めることでスタミナがもう強になるから結構いいの引いてくれたね。いいねいいねいいね、いいよあー、ムチ引いてる、いいな。そう、それください、お願いします。チェーンウィップ行きたいです、ミセスチェーンウィップ。
飯早めて。んー、毒もしっかり入ってるよ。どうだ、トゲが痛いか。オッケー、ナイス、勝った。きた、あっつい、あっつい。あ、なんかキノコ多いな。へえ。さて、とりあえず松明は抜こう。とりあえず、でこれならスタミナ的にも大丈夫やろ。バナナ早めて早めて、飯うまくんでも早めてってしてたら、スコップまだ置いてても大丈夫そうやね。カエルで、あー、ミスフォーチュン、対戦相手からプラス効果をランダムで2除去する。いいですね。バーサクチは追加で8の体力回復効果を得る。カエル買うか。 DJ ネが別に、まあ、キノコいらんねん。そもそもこれか。よき、いけ。さあ、チェーンウィップできるぞ。で、チェーンウィップできたら、この序盤やったら結構強いんだよな。うん、スタミナさすがに足りなかったか。うわー、チェーンウィップ単体で置いた方がいいかな。欲張らない方が良さそう。うん、スタミナバッグありがたい。これも買って。なんで、チェーンウィップはできました。OK。んで、宝石箱が欲しいです。来てください。ニンニク。あ、ニンジン。おー。ほほ。ニンジン来るんやね。ちょっと。一生来るやん。飯これいいな、飯うまくんの飯大盛り構成。うん、で人参でエンパワー獲得もできるもんね。もうシャベル抜こっか、これはね。でエンパワーが獲得できれば鍛冶屋のハンマーも強くなんねんな、地味にな。いやー、宝石箱欲しいな。ちょっともうシャベル売っちゃう。えいや、いけないね、シャベル。あー、オイルランプでシンプルに火力を上げる、チェーンウィップの、それは全然ありね。そうするか。さあ、いいよ。でこれでスタミナめっちゃ余裕やから頑張って振るんだ。ゲコ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 。うん、相手のプラス効果奪いまくって、さあチェーンウィップで殴ろう。せー、はい。でサブクラスがアンロック、ウィッチ。おっ、きた、っつ、全然いらない。あー、バーサク伸ばしも欲しいな。ランプ置こうか。よし、で燃える石炭になっていく。でこれ獲得。あ、いいんじゃないか、これ。もう強いんじゃない、これ。行ってみよう。はい。もう強いぞ、これ。ミセストラグルズとチェーンウィップでひたすらヒート取ろう。ひたすらヒート取ったらこっち強なる。いける。うん。あ、もう相手のヒートなくなった。いいぞ。いいぞ。オッケー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 。いい。めっちゃ火力上がってる。いい、非常にいい。はいはい、プリズムオーブが大量に得たバフをチェーンウィップとかで奪っていく。相手がプリズムこれいいな。プリズムオーブで全バフドーンって獲得して、ミセスストラグルズが全部ドーンって取る。でこれによって火力が、この手前だったら15だったのが、それ終えた後に22まで上がってるもんね。そう、相手から除去したプラス効果一つごとにダメージを1追加するやろ。だからプリズムオーブが利敵になってる。おお、熱い熱い。今流行りのプリズムオーブが利敵行為になってしまっているという。面白いっすね、この構成で。マナオーブ半額か。まあ、マナ貯める、せっかくやから。
で、これ打ってもうバーサク時間伸ばして、これでいっか。ミスフォーチュンもちょっと引きたくなってくるな、こうなってくると。行こう。ラック結構たまるもんね。で、ミスフォーチュンで乗ったバフを伸ばしていく。ほら、ラック結構たまるからな。さあ、後から逆転できるか。いいねー、相手の吸血取っちゃおう。いいぞ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 。よし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 。相手の火力全然上がれへんからな。なんか最初ちょっときつっ、負けそうってなるけど、一気に逆転できるな。殴って除去して、ストラグルズで除去して、なんか相手のバフなくなってきたなっていう頃にチェーンウィップが強くなるから、ヘルメット欲しいな。だんだん強くなる構成やからね、これね。最初ちょっときつって思うから、うん、君があればね、ちょっと安定する気がしてたんだよ。ありがとう、来てくれて。いいじゃないか。はい、置くとこも来たわ。プリズムオーブ今キュームで欲しいかというと、そういうわけでもない。ちょっと一旦後でいいわ。でも人形増やしたい。そう、ミセス増やすんがいいんだよね、結局。結局ミス増や、ミセス増やせんのがいっちゃいい。相手のバフを奪え奪え、いいいいいい、よし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 。相手のバフがなくなった時が命日やな、これ。あ、これおもろいな、この構成。相手今度はエンパワーガンガン稼ぐ構成やけど、奪ってるね、いいね。あ、ミセス来た、あっつ、いいよ。あ、これもうこういくね。おお、来た。あ、これはミセスを早めるファイナルアンサーですね、完全に。ランプを逆側から当てるか。全力チェーンウィップマン行きましょう。うん、ダブルミセス行け。さあ行け、ダブルミセス。お、結構バフ乗るんじゃないそれね。え、唐辛子でヒートも乗るし、マナも集まるし、で、そのバフをこっちは全部回収させていただく。そう、ラックも集まるし、全部回収して、全部回収して、チェーンウィップの糧となれ。よしあー、気持ちよく勝てる。チェーンウィップがどんどん強くなる。ちょっとメガクローバー構成とかけえへんかな。あれ倒したいよな。ガーンって乗ったバフ全部ボーン奪っていって、メガクロ構成とかと戦ってみたいね、これ。シェルトーテム、あー、まあ、一旦これ買って、はい。あ、宝石来た、いいね。紫の宝石来たら熱いよな。紫宝石来たら激熱ですので、そっか、暗黒の鎧、暗黒の鎧、押し付けの暗黒アイテム1つにつき 10% の確率で対戦相手がマイナス効果を、解除するのを防ぐ。マイナス効果を2解除し、その対戦相手に付与する。ああ、はいはいはい。で、さらにチェーンウィップにも乗るんやんな。ああ、いいね。あ、いい鎧ですね、これ。暗黒鎧作るか。よし、 OK、 OK、 いけ。この辺にポンって置くだけで使いやすいね。ここに置きたいな、ここに、ここに。そうだ、そのヒーター全部いただく。あ、なんかいっぱいバフ乗っけてるね、いいね。もらうね。どうだ、頑張れ頑張れ、逆転しろ。な、ナイス素晴らしい。ちょっとやっぱもうちょっと耐久がないと怖いな。おー、バフがなさすぎてフェニックスは発動しなかったね。そうやね、ヒートがなかったからな。あー、ヒート取ったおかげでフェニックス発動させなかった、ありがてえ。紫の宝石来ました、ありがとうございます。これはもうガンガンいただいとこう。で、とりあえずこれ買って、で、うんうん、まあ、よくでいっか。いけ、カバンがないと勝った鎧が置けないぜ。もったいないぜ、めっちゃもったいないぜ、うん、いけー。結構な甘やね。やけどそのトゲも取ります、私。はい、いや、さすがに無理か。
さすがに無理やった。相手のバフは全部奪ってたけど、毒が結構入っちゃったからな。それで死んだね。そっか。はい。で、あ、アーマー来た。アーマーちゃん、カバン来た。カバンで、これ買って、もっとカバンくれ。プリズムオーブも欲しいけど、もっとカバンをくれ。もっとカバンをくれ。オッケー、熱い。やっと来た。ベリー買うか。よし、これでいけ。おりゃ。お、プリズマティックオーブで、あ、え、バフいっぱい積んだけど、その吸血全部いただきます。いいね。あ、いいね、バフ乗せたね。奪え奪え奪え、おし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 、これで相手は奪え、ちょ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 バフ乗った瞬間奪うのおもろいな、これ。あー、チェーンウィップ82まで火力上がった。いいね。ちょ、もっとプリズムオーブ乗っけてくれ、頼む。で、それでガンガンバフ乗っけて俺に奪わせてくれ、頼む。いやー、あ、なんか来たね、ミスフォーチューン。ミスフォーチューン使おうか。よし、でくっつけて攻撃速度上がる。カバン、うん、無傷のトパーズ普通に乗っけたいな。燃える石ここに。あ、これ抜くか。置いたろ。これで爆速でチェーンウィップを振る。まあ、ミスフォーチューン一旦これで行こうかな。よし、行ってみろ。ちょっと宝石乗らないけど頑張って。キノコいらんか。ああ、まあちょっとこれ早める役目になってんねよな。はい、行ってみよう。おお、なんだ、似たような構成やけど。ミセスで、あ、君も俺のバフを奪う、俺もあなたのバフを奪う、バフの奪い合い。さあ、チェーンウィップの火力上がってきてるぞ。うんうんうん、いいよ、いいいいいい、オッケーオッケー、逆転した、ナイスナイス、後半逆転したね。で、マナを全部取ってたから癒さずの杖が発動できなかったよな。よし、ナイス。そろそろプリズマティックオーブ置いてもいいかな。この辺に置きたくなるな。置きたくなるので置きます。こうします。一回回してみる。おお、ミセス、ミセス、マナの使いどころがないねんな今な。なんかないかな。なんかマナの使いどころ欲しいな。よし、頑張れ。ミスフォーチュンは、ミスフォーチュンがこれマナを伸ばし続けることになってんねん。でもマナ伸ばしてくれたらさ、うん、そやね、全バ、うわー、負けたなんでだそう、これマナオーブのやつ発動するなって思ったんですけど、で、これでバフガーン乗ってくれたが負けたね。動物さんたちワイワイワイ構成、シンプルに小狼たくさんで殴られ倒したな。バフで倒すとかではないから負けたって感じか動物にたくさん襲われました、ありがとうございました。どうする、これちょっとどうしようかな。ここやめるか、買っていいっすか。えっ、うわ、いらねえ、どう見てもいらねえな。くそ、さらばだ。で、はい、来たねー。おお、プリズムオーブも暗黒塊になってて、結構マイナス効果バンって置くよね相手に。もういいかな、プリズムオーブは。で、これでミセスたちも結構早いはずやから、相手のバフは試させないんだよな。まあこれでいこうかね。はい、いきまーす。へいへい。さあ、ミセス、お、デバフ与えてくる構成か。ちょっと苦しいな。相手がバフを積む構成じゃないとね。まあプリズムオーブあるから奪えるけどね。さあ、ブラインド結構入るとしんどいが、そう、復活してからなんよな。
でここでブラインド積まれて、だけどラック結構溜まってるから、ああよかった、いいね、目くらまし相当入ってるけど勝ち切れたね、よかったよかった。火力は89まで上がってる、素晴らしい。これ強いんやけどね、暗黒をまだ集めきれてないって感じか。せやな、これ半分やもんな。あーいい、ランプの命中率アップもあるもんね。星付きの武器のダメージを1増やし命中率を 5% 上げる。ランプいいな、ニコランプいいな。あ、これでブラインド対策になってんのめっちゃいい。あーそっか、ボックスオブプランプティ作りたいな。あでコラクリも来てる。とりあえずコラクリを暗黒鎧かな優先で、ボックスオブプレンプティも作りたいので、あラウンド16、8か、あほんまや見てなかったラウンド18やと思う、ラウンド18じゃねえか。じゃあ相手にデバフを与える構成じゃないから、あコラクリいらんかったな。一回まあこれで回してみるわ。はい、いきます、でんカバン買っていきます、ドンヘルメットこれ打ってんで、こあー1円足りねえ、ハンマー打って、まあ宝石青色今回あんまいらんからこうして、まあこうかな、よし、じゃあこれでちょっと無敵発動してもろて、それで耐えよう、さらにランダムバフも得てくれたら嬉しいぐらいの感じ でこれ無敵初手発動まであるであればヘルメットがマジでいらなくなりそうクリティカル耐性だけになるような。うわーすごい、動物構成ちょっと動物構成に弱いです私。うわーそれちょっと辛いな、さっき負けたからね。うん、さあんで相手バフもね宝石でめっちゃ奪ってきてて、いや美しすぎひんかその構成、これは負けたか、負けるね、そうね、これはね相手がバフ積んで戦う構成じゃないからこれはまあ無理やったわ。相性あるね、相性があんまり良くなかったのと相当できてる構成として、なんかめっちゃ綺麗やこれ。あー犬構成には負けんねんなこの構成、相手がプリズムオーブとか積みまくってバフ積む系の構成であれば、そうで吸血積んでのブラッドソン構成とかね、それでも吸血奪うから強いしなんだけど、まあこういうバフを積んで戦う感じじゃない構成に対しては無力でもないけどやっぱ相性は悪い。ボルパーティンガーさんが積んでたバフをまあ一応もらってたから、火力は104まで上がってたんか、へえ100超えてたね。なんだけど相手の方が強かったな普通に。まあ相性はありますねこの構成、やけど面白かった。